お元気ですか？谷村新司です。我が家の玄関に新しい香りがやってきました。ユリの花です。その濃厚な香りに目が覚めるように鼻が覚める、そんな瞬間です。さあ、しばらくはゆったりとコーヒーしながら谷村と一緒に旅をするラジテレの時間です。ゆったりと今日も始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマはベンチです。こういった瞬間に皆さん、自分の周りにあるベンチ、いろんな風景想像してるかなと思います。我々の日常お散歩の中で、谷村がいろいろ気づいた、そんなことをお話ししていく、そんなラジテレでもあるんですけども、おなじみの喫茶店での周りウォッチング、これもしょっちゅうなんです。おなじみの店に行って、席に着いて、そして周りの声をこう聞きながら、聞くつもりなく聞こえてくるという、そんなことの中で、あ、これ面白いこと言ってるなとかっていうのはちゃんと拾い上げていくという、そんな気分で、毎日散歩を続けております。おなじみの店に行くと、だいたいどのお店もそうですけども、4人掛けのテーブルがメインですよね。4人掛けのテーブルで、向かい側2人、手前側2人という、まあ2人掛けもありますけども、この4人掛け2人掛けっていうのがもう基本ですね。この席に座るときに、4人掛けのテーブルの前に2人で行ったときに、あなたはどんなふうに座りますか？普通向かい合って座りますよね。これ当たり前だと僕らは思ってると思うんです。ところが、その4人掛けのテーブルで時々カップルが来る。そうすると同じ側に2人並んで座る。これちょっと新鮮でしたね。で、向かいの空いた2つの席には荷物を置く。おーって、何気なく見ていて、あれ、なんで向かい合わないんだろう、ふっとそう思った。そんなところから、今日は、いろんなことを話していこうかなと思っております。